豊島岡墓地は、東京都文京区大塚五丁目にある、皇族専用の墓地である。五国寺に隣接する。墓地の広さは8万472平方メートル。墓数は61基。墓地の始まりは1873年、明治天皇の第一王子である地、隋照彦村が死産した際、明治政府が、皇居に近い東京府豊島郡の五国寺所有地に目を、 つけて、使用を始めた。以後、寮に埋葬される天皇と皇后を除く、皇族専用の墓地として整備されてきた。宮内庁の管理の皇室用財産であり、基本的な保全費用と断絶した三宅の墓石の修繕費は国家予算に基づく、宮内庁費で負担しているが、墓石の修繕などの一部は、採取を行う皇族が、 皇室経済法に則っ,った費用で負担する。警備上、ここに母参できるのは、天皇や皇族のほか、事前に許可を受けた縁故者、または関係者に限られる。皇族の葬儀や祭事に際して、貴重や参拝を受け付ける場合などを除き、一般国民が敷地内に立ち入って、母前参拝をすることはできない。豊島岡墓地においては、皇族の葬儀が取り行われる。 帝明皇后や皇順皇后の体操も当地で行われた。豊島岡墓地は皇族専用の墓地であるため、ここに葬られるのは原則として、皇居の時点で皇族であったものに限られ、生まれながらの皇族であっても生前に自ら皇籍を離脱したものは葬られない。ただし、明治天皇の聖母である中山恵子やその父の中山忠康などは皇族に、 順ずるとして、埋葬を許されたほか、国朝明や、東国俊彦、昭和天皇第一王女で、森厚仕王の日となった東、国重子など、1947年10月14日に、皇籍離脱した、いわゆる、旧皇族の一部も、特例として同地に葬られている。正門を入ってほどなく、右手に参集書があり、母三者が休憩できるようになっている。 参集所は、区内庁所両部の管理棟も兼ねている。参集所の周りは割石を敷き詰めた庭と駐車場で、その奥は、広めの空き地となっており、皇族の葬儀が取り行われる際に祭壇を設けるための祖先がある。後の敷地内は、ほとんどが雑木林であり、いわゆる、音羽の森の面影を残し、池袋周辺などに出没するカラスたちの宿り木となっている。 この林のところどころを切り開き、それぞれの見分けごとに、鳥居と柵で囲われた区画が作られている。隣接する五国寺との境界は、地図等では識別しにくいが、侵入防止用のコンクリート塀や池などで、仕切られている。明治期から第二次世界大戦頃までに建立された、墳墓は、ほとんどが土葬であったため、一般の、先祖代々の墓のように一機の墓に、 複数の被葬者を合葬するのではなく、被葬者一人につき一揆が設けられている。形は、ほとんどが、明治以降の天皇と同じ円墳もしくは、上円化方墳であるが、大きさは、天皇陵に比べるとはるかに小さく、三宅当主の墓でも幅、高さとも2メートル以内のものが多い。一方、戦後に混流された墳墓は若干大型化した代わりに、遺体を仮装に付し、 秩父の宮陽人氏親王同妃や高松の宮信人親王同妃のように一つの墓に夫婦合葬する傾向にある。もともとは隣接する五国寺の所有地であったが、明治政府により召し上げられた場所である。文京区内では小高い標高34メートル近辺にあるため、権ン山などと呼ばれていたようである。江戸時代中期以降、天皇家の墓所は、 京都の潜入時にあり、その他の三宅も京都市内及び、周辺地区の寺院に墓所が点在している状況であり、いずれも明治以降に事実上の首都となった東京からは遠方にあった。そのため、1873年に明治天皇の第一王子である地、随照彦村が死産した際には、東京市周辺に墓所を呼び、 早々儀式を行う広い面積を持つ場所が必要となった。明治政府が複数の公補地の中から同地を選定し、1873年9月22日に、豊島が岡御領と命名して、使用を開始した。以降、皇族の早々儀式を取り行う場所として、また墓地として利用されている。現在用いられている、豊島岡墓地の名称は、 1927年10月29日付の宮内省国時代23号で正式に命名された。ありがとうございます。